西森さんに大掃除を手伝ってもらいなさい。はい、西森に大掃除を手伝ってもらうのはなぎちゃんです。では行きましょう。お願いします。西森さん、今日は大掃除のお手伝いよろしくお願いします。オンドレのオンドレオンドレの家をなんで俺が掃除せなあかんのよ。オンドレって私のことですか。そうや、オンドレの家をなんで俺が掃除せなあかんのよ。でもバイト代弾みますから頑張ってくださいよ。どうせ弾めへんやん、そんなもん。弾みますよ、めちゃくちゃ。なんか巻き寿司みたいな 2,3 個だけ渡しとったらええ思ってんねやろ。ダメなんですか。ダメや、そんなんで。何これ、床にも物がありすぎて汚いな。ちょっとやめてください。弁当の容器とか、すぐに捨てな、こんなんゴキブル出るで。いやボロボロのパンツ、これ何これ捨てるで。ちょっとやめてくださいよ、これ大切なパンツ。まだまだ着れます、捨てないでキープです。あ、なんかボロボロの着てそうやな。何ですか。そっちもでしょ。そっちも着てそう、着てそう。ボロボロの服着て白髪ばっかり。でも俺は別に白髪はしゃあないけど、パンツは綺麗な履いてますから。ズボンボロボロ、裾ボロボロ。それ履くんですか。裾ボロボロやぞ。それで床拭いたらええねん、もう最後。何履いてんの。これはどうですか。給料明細の束、さすがにいらんでしょ、これ。ちょっと。NMB48 学園、1回3000円。はい。安い。安いですね。何本でしょう。安いわ、ちょっと。3000円。さすがに安いでしょ、これ。いや。でもちょっとこれも。捨てますね、はい。やめてください。なんで？触らないでください。いや、触っていかんと掃除できへんから。白髪落とさないでください。白髪そんなボンボン抜けへん。犬ちゃうんやから。やめてくださいよ。わし犬ちゃうから。思い出があるから捨てないでキープします。オンドレが濃いと言うたやろ。オンドレって私ですか。そうや、言ってんだ。オンドレが濃い言うて、ほんで来て掃除してんねんから。あだ名？オンドレ。ファンレターの入ったこの段ボールはキープかな。あ、いや、それは捨ててください。怖ぁ。そこにある箱のやつも捨ててください、全部。そこ奥にも箱のやつ。ダンボール、ファンレター全部入ってるんで捨ててください。捨てるのこれ。はい、重いんです。捨てれないんですとかじゃないんや。全部捨ててください。邪魔なんで。怖い。エコさんやねえとケイチの写真集はキープ？あ、これもいらないんです。捨ててください。一緒に、ダンボールに一緒に入れて捨てといてください。いや、シュレッダーとかせなあかんねん、個人情報あるから、これ。いいですよ、これ全部。そのまま捨てんの？はい、燃やすんで。うわ、汚いパンツ履いて、ほんでファンレター捨てる女やったんやな。よかったわ、ほんま。おらんようになった、これか、二人のことも。オンドレや。オンドレの前に。オンドレって、まあまあ、あとこの辺いろんな番組のスタッフさんからもらったやつなんですけど、全部捨てます。あ、西森さんももし使うんでしたら持って帰りますか？はい。はい。いやー、怖いね。持って帰るよ。引っ越しの時になんかいらんもんが、先輩の手伝ったりしていらんもんがあって、ちょうど欲しいやつがあったらめっちゃ嬉しいよな。なるほど。家電系とか。そうそうそう。よかった、そんな。すごいな、その、白紙やのにファンレター捨てといてください。これ台本にない感じ。ちょっと待ってください。びっくりしました。台本ありますよ、めちゃくちゃ。全部取ってある。今日はオールフリーやな。いや、違う、これ全部。すごいわ。全部台本です。びっくりしました。全部台本です。本心って怖いです。アドリブで。皆さん。年の瀬に本心出てます。めっちゃ台本です。年の瀬に本心出てます。タイムなりました。家庭科の授業しまーす。太字で書いてます。ラジオ診断。ラジオ好き？ Yes。 モンスターエンジンさんが好き？ Yes。 NMB が好き？ Yes。 そんなあなたにぴったりのラジオは NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組。それでは早速聞いてみましょう。どうぞ。さあ、2時間目です。2時間目も家庭科の授業です。今日、はい、今月毎月、29日、毎月29日はですね、はい、肉の日とされておりまして、そこで肉に関するクイズを用意しました。では、なぎちゃん問題を読んでください。はい。雑誌、キャンキャンの調査で、女子が好きな焼肉の部位で1位に輝いたのはどこの部位でしょう？はい。キャンキャンの調査で、女子が好きな肉、焼肉の部位。1位に輝いたのはどこの部位でしょうか？お書きください。どうぞ。これはもう、どこな、わかるん？そんな。キャンキャンって何歳の雑誌？20代とかじゃないですかね。対象年齢。20代。前半とか。ちょっと大人。ちょっと大人。
ティーン雑誌ではないです。うん。ああ。30代ではないってこと。はい。あの20代ね。だから自分らが好きなやつを書くってことやろ。そうですね。まあ2人はな。今ちょっとこれ降臨さすかその若い女。脅威型。体に。若い女。怖い。ヒゲも生えてるし。喋り方変わるな。普段からしてるみたいな。タコさんみたいな感じ。ヒゲも白髪も生えてる。やだーみたいな。やだー。やだー。やだーそれ。やだーそれ。白髪言わないでやだそこ言わないで。すごいやりすぎ。全然氷できてないですよ。全然できてない。前におる二人を真似したらええだけやのに、はいはい、やだー下手くそやわなんで、なんやろ、うわマジでわからん、20代前半女子と焼肉行かへんもんな、うん、どうせなんか幼稚臭い味が好きやと思うわ俺は、うん、ちっちっちどうせそうでしょちっちっち僕らも初めそうでしたもんやっぱりその20代の時はまあな、うん、じゃあ今は何食べるんですか、うんもうこれラジオで何回言わんでええのに何回も言ってるけどタンとハラミしか食えへんほぼおじさんになると他のもほとんど食べへんマジで書きましたはいではお出しくださいどうぞおあれあそっちなんやハラ大人やな女性陣お二人はハラミはいハラミあそう好きなんやっぱりなるですか、あんまりなんかその脂肪分も多くないけど赤身や、はい、多いもんな赤身でもめっちゃ美味しい、お肉って感じ肉厚それだからええとこのやつを食ってるから稼いでらっしゃるからいやいややめてくださいそんなでもだってな、うん、安いとこのハラミでくっせーっていうとこあるもんあるある、だからええとこの食べてらっしゃるんだよいやいやですよそんないやいや言われても、はい、もうちょっと大きめの声でいや言うたら書き消せるからなそのいやいやは何でもそうでしょいや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 いカルビね。女子。僕だって二十歳ぐらいの時カルビ食って衝撃。二十歳までカルビ食ったことなかったん。へえ。衝撃でひっくり返そうになったもん。もう。うますぎて。そう、うますぎて。美味しいよね。そこの、まあまあ、そんな普通のチェーン店とかでもカルビとかはまあ、カルビ変なはずでないもん。うん、あんませへんもん。さあ、では、正解発表しましょう。正解は、タンです。まあでもねタン好きですね、うん、最初に食べますよねタンってなんかみんな、うんうん、まあな、うん、タンおよそ4割の投票でダントツだそうです、厚切りのタンが好きあ好き意見が多かったと絶対にペラペラの方が確かに私も薄い方がいい噛み締めた時にムーンってなりません厚切りいや別にもそのあれペラペラのやつをめちゃめちゃちょっとしか焼けへんささっとそうなんか仙台でなんかめちゃくちゃ分厚いあのタンが出てきたんですよ、うん、でそれを食べてめちゃくちゃベロをやってうわなるほどねしっかりちょっと苦手なんですようわ仙台とかのあのタンは結構厚めやね厚めやね、うん、美味しいけど初めて見るぐらいそれ想像したらそうめちゃくちゃもうこのいやもうほんまの大元のタン見たらもうタン食われへんと思うで本当にこれぐらいの長さの、うん、そうそうあベロベロ牛のベロベロうんだからあれ輪切りにあの断面やからねあれ、うんうんうん、言うたらでも最初なんか1匹ずつかと思ってましたタン確かにそれちょっと思うよなはいだから何匹一瞬な食べてんねやあそんなわけないわって思うけど初め一瞬あれこれ思うよな初め、はい順番で言うとタン1位でカルビが2位、3位がハラミ、4位がロースで5位がトントロトントロ、まあ、トントロが出てくるあたりがその20代前半っていう感じなんじゃないですか。さあでは続きましてサイピー問題も読んでください。はい。ニフティニュースの調査で女性が好きな肉料理で1位に輝いたのは何でしょう。はい、肉料理で女性が好きな肉料理ね何肉料理もうあの肉料理って、まあ、答え5位ぐらいまで書いてんねんけど、はい、もう広く肉料理と思ってください。なるほどね。はい。自分が好きな技に肉料理。肉じゃが。
肉じゃが、お、うん、大好き。なぎちゃんは焼肉。あー、サイピーの方が好感度上がります。やった、なんで。じゃあ牛丼。あー、そう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 。誰のマネですか、それ。誰や、雑魚やな、そいつ。誰や、なぎちゃんの中の雑魚。あちきでもやし、でも、あちき、あちきなんて言うの、牛丼で言うといたら女子好感度上がるやつ。大盛りあったら一日いけますよ。それは好感度上がらんから。引く引く。よし。いや、それはな、肉じゃがとか牛丼の方が好感度上がる。はい、では、お出しください、どうぞ。はい、ああ、それも肉料理や。そう、だからそういう意味で広く肉料理とありそう。サイピーがハンバーグ、ハンバーグね、ハンバーグね。なんかランチとかでもめちゃくちゃ多いし、確かに確かに、はい、ハンバーグのランチはどこ行ってもあるもんな、ね、だから人気なのかなと思って、ね、はい。なぎちゃん牛丼。牛丼ね、でもまあ牛丼はね全員好きですよね。まあ、嫌いな人も持ち帰りやろ、みんな大概。うん、そこでは食べない、ね。たまにおるけどな、ツアー者の女の人な。俺な、一人で。たまにおる。うん、かっこいい。かっこいいけど、うん、いいねんけどな、はい、みんな食べたら。西森。僕は肉じゃが。おぉ、美味しい。肉料理って言うてるから、肉ってもう、こびりついたんちゃうかなと思って。わかりました。では、正解発表しましょう。正解は、唐揚げです。虫だけちゃうんかい、引っ掛けや。いや、まあヒントとして広く、なるほどね、肉ですけど、美味しい唐揚げ。ね、1位が唐揚げ、2位が焼肉、うん、3位がハンバーグ、うん、4位が生姜焼き、うん、5位が餃子、うん、あれに氷か、よく出てきたね。入ってるけど、別に入ってるけど、男子でもそんな変わらへんのよ。とんかつ、焼肉、すき焼き、ステーキ、生姜焼き、ほんまですね。まあ、唐揚げとかも入ってきてるから、うん、唐揚げなんやって。まあ美味しいですね、唐揚げは。唐揚げ、まあ美味しいけど、唐揚げ嫌いな人はもうな、乗らないです。壁のあのレモン汁みたいな、柚子とかの柑橘系のやつあるやん、なんか、うん、あれ美味しいな。あれ美味しいな、の話。美味しいわ。天才あれ、初めかけたやつ、ね、お腹空いた人ぜひね、ほか弁で唐揚げ弁当食うてみてください。はい、チャイムなりました。家庭科の授業はこれでおしまいです。モンスター、アイドルとモンスターのラジオ、笑顔モンスター、なぎちゃん、リボンモンスター、さっき短足モンスター、大林、白髪モンスター、西森、ラジオモンスター、面白いラジオFM933 音クリアモンスター、 ABC ラジオ、うちらを仲良し4人モンスター、モンスター。